これは私が実際に体験した不思議な出来事です。2023年の真夏は記録的な猛暑となり、その日私は東京に行ってました。新宿駅から中央東線で塩尻に行き、進行方向を変えて中央西線で名古屋、そして京都を通り、私の地元大阪府の茨城駅まで帰る予定でした。しかし乗っていた特急あずさの中でその切符をなくしたことに気づき、塩尻駅で相談して改めて塩尻から茨城駅までの切符を買い直すことになりました。この辺の私の間抜け話は以前動画にしていますので、よかったらご覧ください。そんなこんなで信濃で名古屋に到着。名古屋からは新幹線で京都まで行くので、その前にちょっと途中下車をしようと思い立ちました。私が塩尻で買い直した切符は中央西線東海道本線を下ってストレートに西へ行く切符。この切符を名古屋駅の改札に立っていた女性の駅員さんに見せて途中下車を願い出たところ、途中下車をするには340円必要です。はい、なんで？なんでやねん。切符は2日間有効で、この区間の駅なら基本的に途中下車ができるはず。340円は何の料金なのでしょう。切符を買い直したショックと暑さでぼーっとしていた私は、その理由を聞き忘れてしまい、名古屋駅で途中下車をするには特別料金がかかるみたいな、そんなルールがあるのかと思ったりしました。340円払ってまで改札を出たいわけではないので、途中下車は諦めて、おとなしく新幹線に乗り換えました。しかし、家に帰ってからも、なんで340円請求されたのか、もやもやが収まらず、JR 東海のお問い合わせ窓口に、この件について質問を送ってみることにしました。最初の返答は、日時とどこの改札での対応だったのか、場所をちゃんと書いてください、という内容。確かに、先日名古屋駅でこんなことがありました、ということしか書かなかったので、持ち帰った手元の切符の日付を見て、信濃の名古屋到着時刻を確認して、8月20日の何時頃、と詳細に出来事を報告して、再度お問い合わせしてみました。今度は少し日数が経った後、再び返信をいただきました。その内容は、こんな感じです。名古屋駅に確認をしましたが、その日にそのような対応をした事実は確認できませんでした。お客様が日付を間違えてるのではないですか？日付を確認して、再度お問い合わせフォームからお問い合わせください。私、その日に塩尻駅で買った切符、手元に持ってるんですけど、その私が、日付を間違えるはずがありません。でも、事実確認が取れなかったと東海様が言われている以上、また最初からお問い合わせフォームを開くのも面倒で、それ以上追求する気も失せて、この件は真夏の不思議な出来事ということで、無理やり納得しました。ここからは、私の勝手な想像です。なぜ、駅員さんは私に340円を請求したのか、それをちょっと考えてみました。JR のルールには、分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例、というものがあります。
全国にはいくつかこのルールに当てはまる区間が設定されていて、例えば北海道の千歳線南千歳駅から岩見沢方面に行く場合、千歳線と函館本線が合流する駅は白石駅ですが、特急に乗ると白石には停車せず通り過ぎて次の札幌まで行って乗り換えることになります。この場合、白石と札幌の間を無駄に往復してしまうことになるのですが、運賃を計算するときにはこの往復分は徴収せずに白石で乗り換えて岩見沢方面に行ったと仮定して計算されます。これが分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例です。でももし札幌で途中下車をする場合は、白石と札幌の間の往復分の運賃を支払う必要があります。ここが今回の要点になりますので覚えておいてください。九州では西小倉と小倉の間がこれに該当します。特急ソニックは西小倉に止まらず、小倉で進行方向を変えてもう一度西小倉を通過するので、この往復分は運賃計算から除外されています。さて、名古屋にもこれと似た区間があります。塩尻から特急信濃に乗って名古屋に着いた後で東海道線で静岡、東京方面に行く場合、中央線との分岐駅金山と名古屋の間は無駄に往復することになります。この区間の片道運賃は170円、往復したら340円です。私が途中下車しようとして請求された金額も340円でした。不思議な一致ですね。あくまでこれは私の推測なのをもう一度お断りして、おそらく駅員さんは私がもう一度金山を通って東京方面へ帰ると勘違いをされたと思われます。私の町大阪府茨城市は関東の茨城県とよく勘違いをされるので、切符の券面の茨城という文字を見て関東方面に私が帰ると思っても不思議はないです。名古屋で改札を出て途中下車するなら、金山と名古屋間の往復運賃を請求するのが正しい対応となります。しかし私の切符は名古屋から西へ行く切符、もう一度金山を通ったりはしないので、私はフリーで途中下車ができたはずなのです。本当にこの通りの勘違いをされたかどうかは今となってはあくまで私の推測に過ぎません。駅員さんだからといって切符に書かれた駅が何県にあるのか全部わかるわけではないでしょうし、そんな勘違いがあっても不思議ではありません。でもできればちょっと途中下車してピオリンのアイス食べたかったなぁ。そんなわけで、今回は私が名古屋駅で経験した真夏の不思議な出来事でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。